ずいぶん大きな屋敷ね。近くにこんな屋敷があったなんて気づかなかったわ。どうしたの？幽霊でも見たような顔をして。ああ、自転車で飛ばしたから振り切ったと思ったのね。でも、チラシに住所が書いてあったわ。町外れの洋館での清掃業務。週一で日当3万。バイトだなんて、何か欲しいものでもあるのかしら。7億までなら出せるけど。それに、私もバイトの面接受けようかしら。ええ。私はあなたの従僕。でも、あなたの身の安全が第一だわ。想定外は常に起こりうる。ましてや、未知の領域ではね。さ、入りましょう。随分と薄暗いわね。私のことどう説明しようか迷っているの？あなたって思ったより繊細なのね。頭を撫でてあげるわ。あ、そう。難しい年頃なのね。帰れとは言われても鍵、閉められたわよ。だから言ったでしょ。想定外の事態は常に起こりうる。少し、趣向を凝らした面接なのかもしれないわね。反論のカミソリかしら。一体どんな設計ミスが、これ以上にない的確なタイミングで私たちを閉じ込めると？そうね、人を探すのが妥当な判断だと思うわ。